です。井上パーですよ。ノーミルク佐藤でございます。今日は何を教えてくださいますの？どんでた。まだシーズン中だけど、来季の話。違う、ノーミー、早いのよ、はい、いつも言いますけど佳境よこれから佳境を盛り上げるためにやってきたんじゃないのこれ。ずっとシーズン頭からね、いやいや言って遺跡がなんか、ね、いやいや、まだね、早いのよ本当はね、こういう話でさ、メンバーシップでもよくやってるよってことになるんだけど、実は最近2回ぐらい、2週ぐらいのメン、我々のミルアカのメンバーシップの話では、はい、もう実は各 J リーグ補強部と強化部の皆さんっていうのはもう来季に向けて始まって、てんですよ準備がってことをやらせていただいてるわけですよ。そうですね、そう、それはわかります、はい、はい、ってことも含めだから、うんうん、ちょっとも我々的にも今季もちろん大事なんだけど、ちょっと本当頭の 20% ぐらいは来季の方ちょっと見据えてみるってこともいいんでねーのってところで、まあ興味は正直ありますけども、でしょでしょ、でも今季のほら成績にもよるわけでしょ、うん、それはね、まあ、ちょっとよるけど、まあ聞いてってよ今日とりあえずどうしても話したいのお願いしますよ。忍びねえな。ありがとうよ。構わんよ。構わんよ。あ、構わんよだった。はい、なんだったかと思った。いやいや、こっちのミスです。はい、すいません、トータルテンボスさん。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい。はい。ってことで、うん、またお願いします。あ、ミラカマイキやってました。チャンネル登録ね。よろしくお願い。急にリズム悪くなったからどうしたのね。7年目なのに急にリズム悪いなと思って。びっくりした。はい。まあ、ってことで、まあさ、まあ、ちょっと言ってくれましたけど、はい、正直、今期まだ優勝とか残留降格は、まあ、正直決まってはないですね。うん、この収録時点では。はい、まあ、群馬だけちょっと残念ながらカテゴリー変わることに決まってしまいましたけれども、まあ、ただ、大体、順位表的に言ったら上の方なのか真ん中あたりなのか、うん、それとも下の方なのかっていうことだけは、大体もう大枠は決まったかなっていう状況かなとは思いますと。うん、はいはい、だからこそ、ちょっと来期の話はしていきたいなっていうところでございますと。うんうん、はい。はい、というところで、うん、来季どうなりそうなのかってことちょっと注目なチームいろいろ見ていこうかなと思って、はい、うん、なんか今いろいろこう聞く限りでの、まあ、来季のなんか全体的なこうトレンドがなんかもう透けて見え始めてきてるんですけど、うん、なんかねやっぱり今年とちょっと似てる感じにはなるんじゃないかっていうところで、似てる、はい、うん、やっぱもう全てを決定づけたのは川崎マリノス時代をこうなんだろう、ガラッとこうひっくり返させたのはやっぱどう考えても去年の神戸だったと思うんですよね、うん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 、そうだね、まあ、いわゆる大迫、武藤、高徳、山口太郎だと思いますけど、はい、それが今年になって、うん、町田がの相馬、中山取ってきたもそうだし、庄司、谷もそうだと思いますけどね、うん、あとは広島が、まあ、外国籍選手も含めてアルスラン、パシエンシアが、あと川辺早を帰らせてきてとかってこともあったと思いますけど、はい、そうだね、はいはい、どうやら来季もそんな感じのことをするんじゃないかっていうので、はあ、結構いろんなチームが現欧州組の選手たちに結構話しかけてるんじゃないかな。ああ、なるほど、うん。FC 東京がとか。あるだろうね。ねありそう。ね、そうだ、浦和が原口元気選手戻したような感じでとかね、はい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 。来季もまたどうやらそんな感じになってくるんじゃないのかなってところがあるので。やっぱだから、チーム、だからもうあれですよ、本当神戸と同じような感じで、やっぱもう各ポジション前の方と真ん中の方と後ろの方とっていうところにやっぱ核となる、もう先日の軸となる人をやっぱ据えられてるチームがちょっとやっぱ来季も優勝争いなんじゃないかなっていうところかなと思われる、ね、っていうと誰あたりが欧州からこう帰ってこれる可能性がある。だからそうなってくると、まあベテラン格もそうかもしんないし、またはその川辺選手的な感じでその中堅どころってことも考えられるんですけど、うんうん、もしかしたらまさに俺このパターンもあるかと思ってて、どのパターン？アメリカ組。アメリカ組を、うん、はあ、はあ、山根さん、吉田さん、はあ、吉田麻也さんとか、はあ、で正直さ、まさほら吉田麻也さんなんて、うん、名古屋の下部組織出身だけど、うん、出身長崎でしょ？おー、そうか。長崎がインスタできた、プレーオフ制して昇格できましたとかなってきたら、わあ、その郷土心に訴えかければ、うん、ちょうどもう海外長い、そろそろ日本もいいかなと思っている、そういうことも起きてくるかもしれないし、これは噂というより先生の推理でしょ、まあ、これはあくまで推理ですね。でもそうだね、心情的には、うん、はい、まあ、ういう来年かどうか分かんないけどね、分かんないけどね、もちろんね、っていうことも起こり、確かに目玉になりうるもんね、そのそうなんですよね、キャップを呼べるね、はいはい、あとはやっぱりこうが今やっぱ海外なかなか最近だと出れてないこうシュミット選手、中村浩介選手がそのあたりにこう話しかけてるチームもなんかいるようないないようなみたいなところも聞きますので、んだ
そうなのよ、じゃああるかもしれないね。もしかしたらその辺に声がけがなんてこともあるかもしれませんと。なるほど。なんていうところもあるか、はい、あとは逆に、あのそれこそ浦和なんてまあさ、はい、来年クラブワールドカップ新しいやつでかいやつ行くわけですからもうなんかピシッとした名前ないですかそれいつもクラブワールドカップの新しい今度でかいやつみたいななんかないですか。あと北中米ワールドカップもなんかピシッとした名前ないんですか、ね、なんか閉まらないんだよな、なんかね惜しいよな。だ逆にだから ACL 出てる組からごそっと持ってくるなんていうパターンもまあありっちゃありですよね、うん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 、川崎マリノス神戸あたりからごそっと取ってくるみたいなパターンもありだったりするんじゃないのかなっていうところもあるかもしれません。ただでもちょっと注目ですと、うん、はい、あとは同じような感じでちょっと補強の方針みたいなところで今言ったそのヨーロッパ組ってところもあるんですが、もう一個まさに僕気になるのはチルドレンっていうところもあるかなと。チルドレンとは、チルドレン、はい、まずあのほらもう福岡で言うとあの長谷部監督が、はい、あもう退任決まってるでしょ、ね、監督のあ子飼いのというか旧知のというか、そう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 、例えばなんでか分かんないけどほぼ思えばほら名古屋に結構行ってるじゃないですか福岡組って、旧福岡組、うん、はいはいはい、だからそれでもし名古屋に来年長谷部さんとかなって、うん、さらに前ひろゆきまで行くみたいなことが仮に起こったりすると、うん、もうだからもう長谷部監督のやり方を分かった方々がいて、 そうか、それでさらにグンといけるみたいなことも起こりうるかもしれない。長谷部氏の行くところに、ね、武将がついていくのは間違いないということですねそれはどこになるかということだね、あるかもしれないというところ、ね、もう決まってんでしょ、ね、誰か教えて。まあまあそうなと思うんだけどね。あとちょっと気になるところとしてはやっぱあとあれよね、大岩さんね。あ大岩さん、はい、大岩さんあたりだと、うん、なんか鹿島なのかあとやっぱりロス世代の監督なのかって話が出たりしますけど、なんかそう鹿島がほら中田浩二さんが強化部のトップになって、で、あの今中国コーチがとりあえずこの残り終盤戦の監督になりましたけど、いわゆる鹿島経験者がいわゆる全ポジションに埋まってるんですよね、ユースの監督とかダイレクターみたいなとこ含めて。なるほど、はいはいはい、だそういうのでやっぱり大岩さんをもう一回持ってこようなんてことはあるのかもしれないなと思いますし、うん、なるほどね、ってなったらパリ世代であんなにも仲を深めたってところもあるから、うん、パリ五輪世代でヨーロッパ行かない組とかをごそっと鹿島に引き連れてくるとかっていうこともできなくはないんじゃないかね、うん、例えばの話ですけど、あ一説としてはありそうな、うん、ライダーはなんかもうほぼほぼオリンピックじゃないかみたいに言ってたよ先生その日のテーマに沿ってなんかあれすんのやめてくださいよ。いやいやだってまだわかんないかもしれないからということね。いやいやでもその可能性なくはないもんね。面白い、さすがです。でもあとだから、はい、ちょっとわ、今までになかったことも起こるかもしれないのがさ、もうさ、はいはいはい、あとオーストラリアの代表監督やったのアーノルドさん、アーノルドさん、うん、なんかセレッソとかなんか何チームかがなんか狙ってるみたいな話があって、そんないいのかい？ねえ、うん、もうでも代表監督もう辞めちゃったから、代表監督辞めちゃった人でしょだって、そう辞めちゃった、うまくいってない昇進の方でしょ。そんななんか嫌じゃんそんな勢いあるのか、ね、いやでもだって前回とかちょっと要領は入れてないするから、ブランコ乗ってる方でしょ、ね、奥さんに行ってきますっつって代表勝たしてくんだよっつって、あおいって言って公園行ってブランコ乗って、俺なんて、いや俺なんてって言ってんだよアーノルドさん今大丈夫なの。大丈夫大丈夫本当。でもただほら今のオーストラリアまたちょっとね、もうこの動画出てんのそのオーストラリア戦の前後ぐらいだと思いますけど、うん、ちょっとまたパワー型に変わったんじゃないかとも言われたりしますが、うん、やっぱりこう選手の中には、うん、こうやっぱりつなぎたいっていう人も多いんですって。ああそうなんだ、そりゃそうでしょうね、だってそりゃでしょうね、うん、だからアーノルドさんをだからリスペクトしてる選手も結構多いと、うん、はい、ってなるとアーノルドさんが行くところでちょっと俺もやりてえっていうオーストラリア代表クラスが何人か出てくるかもしれないんで、うん、その人はこうスルスルスルって取れるケースとかもあるかもしれない。欲しくないよ、欲しいかいみんな J リーグファンのみんな、オーストラリア代表欲しいかい。あデュークとかは欲しいわ。でしょ、ね、でしょってこともあるかもしれない。デュークとかいい選手だ確かに。そうディルバデンとかね、うん、いっぱいいるからさ。あそうか、ごめんこれは失礼した。だそういう人たちがだから日本にやってきてくれるかもしれない。なるほどね、はい、あるかもしれません。確かに確かにそうか。あと逆にこうセレッソで二十何年いたね小菊さんがやっぱ離れちゃうとかってこともあったりするんで。離れちゃうんですか。そうなんですよ。でなんか他の何チームかがもうすでにこうリストアップというか来てくんないかって声かけしてるみたいな。確かにね、なんかアルバイトコーチから始まったキャリア監督でね
また変わるって言ったらその上ないわけだからね。そうなんですよね。確かに確かに。だから他の監督とか、そう小木さん慕ってる方々がそっちにこう一気に行く、うん、俺も行きますなんてこともあるかもしれないんで、だチルドレンの移動なんてことはこの冬のテーマになってくるかもしれません。チルドレンの移動、なるほどね、はい、っていうところでございます、はいはいはい、であと次ちょっと今度フォーメーションの話もしていきたいなと思うんですけど、はい、フォーメーション、はい、うん、こちらですね、はい、これもう各国そうだっていう話なんですけども、うん、大体代表チームがやってるようなフォーメーション各国リーグって大体やってくんだよね。そういうもんなんですか、その自国代表のトレンドを、はい、そうだから今やってる日本代表の 3-2-5 みたいな形、うん、今思えばだって広島もやってる、鹿島もこの間ポポビッチさんでやった、うん、町田もたまにやってる、うん、増えてきたんだよね、うん、まあまあ世界中のトレンドってことですよね。まあまあトレンドでもあったりしますけどね、うんうん、まあ、でただだからそれに対して、まあ、やっぱりこうすぐこう瞬時にこうシステム作れるっていう意味では 4-4-2 型をやっていくところ もちろんあると思いますけど、来季なんか監督いっぱい変わりそうな感じはあるので、まあなんでどっちの方になっていくのかなってところはあるんですけど、ただ最近の G リーグ見てるとまあさ、うまくいってるチームとうまくいってないチーム結構分かりやすく言えるのが 俺一個あって、何でしょう、なんかまさに広島とか分かりやすいんですけど、うん、あのちゃんと攻撃の時に5枚にする、うん、なるほど、守備の時も5枚にして、うん、5枚上がれてるかどうかっていうのが非常に今 見どころ大切だ。そうなんですよ、実はあのほらまず神戸とかっていうあの4バックじゃない、4バック3トップ型だから、あの別に 3-2-5 みたいなフォーメーションにしないんだけど、うん、本当は、うん、攻撃の時見てるとちゃんと全レーンにいるんだよね。へー、うん、すごいね。だとこのやっぱ後半戦絶好調状態のあの京都とか含めて、うん、やっぱちゃんとこう点取れてるぞとかのっていうチームはちゃんと5枚いるってのが分かりやすくあったりするんですよ。これちょっと前に流行ったポジション5レーンの考え方とは違うの？まあほぼ一緒って言っていいと思いますけどね、うん、もうちょっと押し込み系っていうか、あ、そうですね。おうおうおう、なんででもだからそれを揃ってないで攻撃してるチームだとちょっと攻撃には得点率としてはちょっと下がるかなってところだったり、本当は5枚で守んなきゃいけないところに1人足りないなっていうふうになってやっぱり失点しちゃう傾向は高いなっていうふうに思うので、見てる限りだと、ね、だこれはだ来年だから 3-2-5 みたいなフォーメーション各チーム作れてくるのかってところを見ておいていただければな。これやっぱさ5人交代とかやっぱトレーニングとかが上がってきて、うん、フィットネスが上がってくないところね、昔のサッカーは5枚上がってくるなんて考えられないわけでしょ。考えられなかったね。それは無理でしょ、そんな5枚で攻めて5枚でちゃんと守ってみたいな。それがもうできなきゃダメだっていう基準になってきてるんですよ今ね。なってきたってところですね。あとはそれをね止めるにはどうすればいいかってこともみんな考えなきゃいけなくなってきたのかなっていうふうには思います。そして今日あと一番最後なんですが、うん、まずやっぱりあとすでにまあ確定はこの収録段階だとしてないんだけど、うん、まあ、ほぼほぼ決定的だっていうところがあるので、うんうん、ちょっとこの3チーム最後に触れていきたいなと、うん、清水、横浜 FC、うん、そして大宮アルディジャと、うん、残り方と上がり方って残り方と上がり方、はい、うん、なんかさっきちょっとみんな上がるでしょこれ。まあまあみんなね、うん、上がりますけど、うんうん、あの要はあのさっきさ、うん、だからこの動画の冒頭で話したこのヨーロッパ組をどうこう囲っていくかみたいな最冒頭でしたと思うんですけど、はい、思えばまさ清水ってヨーロッパ組取ってくんのうまいじゃないですか。そうですか。あ、だって元々はチアゴサンタナとかもそうでしたし、ゴンダさんとかも元々ポルトガルから取ってきたのもそうでしたし、まあ、ある意味ちょっと違うとこ北川荒野とかね、北川荒野とかもそうですよね。なんかねポルトガルとかなんかメインの5大リーグじゃないところかもしれないけど、なんかごそっと取ってくるの結構うまかったりするなと思うので、うんうん、あとやっぱりお金はあるチームですから、うん、意外とだから清水に誰かがやってくるみたいなことも、ああ J1 のね、そう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 、あるんじゃないかってところと、うん、あとまさに横浜 FC なんかも思えば、うん、ほらポルトガル2部のオリベイレンセっていうチーム、うん、と今提携してるじゃないですか、まあ自分たちのチームになりましたけど、はい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 、小野寺グループ、勝さんがいらっしゃるとかね、あ、そうそうそう、はいはい、うん、だからそういうところからまた人をこうおいでおいでってすることも可能なのかな。すでにもう2人ぐらいもういますからね、横浜 FC、うんうん、そうやって外国籍選手をそっちから連れてくるってこともありえそうだってところで、うん、屈強な外国人選手が来年横浜 FC にまた来るって可能性があるぞと。これでもあれだよ、聞いてる人の代弁として言うね、オリベイレンサから連れてきて J1 で戦力になりますか。わからないけどそれはどうなるかは、うん、でももしかしたらだから、うん、そこでちょっと強い屈強な人が連れてこられるかもしれないとか、なんかねこうフィジカルがすごいとかね、そうそうそう、はいはい、あともう一番気になるのがまず一応右ですね、うん、大宮、うん、
これ収録してたのが日曜日の、まあ、昼ぐらいだったりしますけど、うんうん、今日マリオゴメスさんがいるんですって。あ、なんか写真出てた写真ね。そうそうそう、マリオゴメスさん大宮にいると。あとクロップさんがね、あのレッドブルグループの中そのグローバル責任者にこう就任したなんてこととかもありましたから、うんうん、やっぱりセンターフォワードやるわけですか、マリオゴメスさんは。そういうことじゃないの、だってボールケースってそういうことじゃないんです、契約したんじゃないですかあれ。違う。スタッフさんで偉い人なんだよ ね、 ううね、監督やるかもなんですか。いやでもそれはでもなんか一応日本のっていう風になんかおっしゃられてる感じがありますけどね。ただなんかそのマリオゴメスさんが会見でもおっしゃられたのが、2030年くらいでこう J1 で優勝争いをするようなみたいな、うん、あ結構こうじゃあ6年ぐらい見るってことですね、うん、はいはい、そういうことですね。はいはいはい、だからその目標設定がどうなのか分かんないけど、うん、同じようなことを思えばここ数年で言ってたチームはあるなとやっぱり思っちゃって、はい、ゼルビアじゃないですか、うん、ああそうね、そう2018年の、うん、あのね、あの名前変えるかもみたいなああいう会見の時に、うん、2025シーズンで ACL に、なんてその時言ってましたけど、あ確かにその、ね、まさにそうなるんですよね。あれが6年か、そう名前で揉めて、うん、ね、僕なんでこうバイトしてやってるのに勝手にそうやってするんですかみたいな、そう、ね、いやでもあのね、あの旗ぐらいを僕ポケットまで買ってあげますよって言ってた、あのあの会議からもう6年、会議からそう、あなるほど。で実際に有言実行で ACL 権はつかみ取りそうなんですよね、町田ね。だ同じような感じで登っていくなると大宮もだからやっぱ 2,3 年後にやっぱり J1 いると思うので、またね、はいはいはい、そうなってくるとそれに向けて屈強なフォワードだけじゃなくこういろんな選手がこうごそってやってくると思うし、ね、うん、楽しいだろうね、大きな資金力を持ってね国に乗り込んできて一からじゃないけどこうねサッカーチームをみんなで作ってね、そうだね、この国の天ぷらってのは美味しいですなーなんつって今日ももちろん領収書しますよみたいな感じでね、あーでも日本のいい施設も選手もいっぱいいますよねっつってあいついいやつなんで使いましょうよ今度とかね、そうだね、 ACL で勝たすチームにしてくださいぜひやってほしいです ね、 翼を授けてください、よろしくお願いいたします。はいはい、まあ、というところで、まあ、そのあたりがコネクションなんでそれね、外国籍コネクションを他の J1 チームも何だったらちょっと強く持ってる、特にポルトガルあたりが強いような清水横浜市が J1 来るっていうところと、レッドブルのその、ね、翼が授けられる大宮とっていうところ、これからまたぐんと来ると思うので、うん、J1 チームたちもそうやっぱねうかうかせられないぞってことになってくると思いますから、うん、一体今年の冬のところで、どのチームがどれだけまた補強して新たな上積み詰められるかどうか注目だよというところでございました。次々とその外資系みたいなあるんですか、この大宮がなかったらね、まああるんじゃないかな、前例できたからねこれでね、また国内もなんか動くんですかね、うん、そういう資本の意味では何でしょう、ああだから出てくるんじゃないですか、そうなってくるとね、ガラガラと大きくなってくるかもしれないね。相模原って DNA さんなんだよね、DNA さんです今ね、その辺のまたこう 注力具合がもっと変わってきたりするんですか、うん、徐々にあるかもしれないな、ちょっといろいろ調べてみましょうかね、そのあたりね、またありました、よろしくお願いします、はい、というわけで今日もお送りしてきましたビルアカでステッカータオルワフラー、そして、ね、イベントあります、井戸山サッカー仲間10月25日ね、はい、MC タツさんゲストでございますね、うん、そして、中津市サポーターのドリさん、普通のおじさんでございます、そしてモノマネ芸人のシンディさんそしてさん、レディーガガさん、そしてマイケル・ダグラスさん、そして、トム・クルーズさんも来るかもしれませんということでございます。ぜひ皆さんチケット買ってください、ね、先生はその日ね、滝行に出るということでちょっと来られないんですけど、ね、また楽しみ、また次回ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、ということで井戸山でした、お見せとでした、概要欄ご覧ください、ありがとうございました、じゃあね、ありがとうございました、楽しみがいきね、ねえ、早いのよ、ここから。課長だから今。じゃあねー。またでーす。